ホドルフォビエイラは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家、リオデジャネイロ州リオデジャネイロ出身、フュージョンエクセルパフォーマンス所属、ブラジリアン柔術黒ビ、ホドルフォビエイラとも表記される、アブダビコンバットで1回、世界柔術選手権で5回、アブダビワールドプロフェッショナル柔術選手権で7回の優勝経験を持つ、13歳の時にダイエット目的で、 ブラジリアン柔術を始めた。2009年、チャオビながら、アブダビワールドプロフェッショナル柔術選手権、ペサード級で、世界柔術選手権王者のブラウリオエスティマを破って、優勝を果たし、帰国後に、空港で師匠のジュリオ・セイザル・ペレーラから黒帯を授与された。2011年、世界柔術選手権、ペサード級アブソルート級で2階級制覇を達成。ペサード級では、 同年から4連覇を成し遂げた。2015年、アブダビコンバット 99kg 級で優勝。2016年から本格的に総合格闘技のトレーニングを始め、翌年にプロデビュー。赤などに参戦し、5連勝を記録した。UFC2019 年8月10日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、シェフチェンコ VS、カームーシュにで、 オスカルピエ・ホタと対戦し、片方目で一本勝ち。2021年2月13日、UFC258 で、アンソニー・ヘルナンデスと対戦し、ギロチンチョークで 2R 一本負け、キャリア初黒星を喫した。2021年7月17日、UFC オン ES ・ ESPN、マカシェブ・ VS、モイセスで、ダスティン・シュトルツフスと対戦し、 リアネーキドチョークでン r 1本勝ちパフォーマンスオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。